同世代の選手と一緒にプレーしてすごく刺激受けましたし、負けたくないっていう気持ちは、強くなったので、またチームに帰って成長したいなと思いました。ボール奪ってからこう前に出ていくプレーっていうのは自分の武器だと思っているので、もっともっと回数を出せるようにしていきたいなと思います。そうです、まずは、ボランチで高いパフォーマンスを出せるようにで、どこのポジションであっても質の高いプレーっていうのを目指しているので、そこは意識してやっていきたいなと思います。前回大会、ロンドンオリンピックはずっとテレビに見てたので、ずっと目標にしてましたし、メダルっていうのを取りに行きたいなというふうに思います。そうですね、まずチームで、試合に出て活躍することが、また呼んでもらえると思うので、まずはチームでしっかりポジションを取って、高いパフォーマンスを出していきたいなと思います。